まだ暗い雰囲気になっちゃうね。よし。OK。はい、お願いします。では相模原監督会見始めます。今日の振り返りからお願いいたします。そうですね。まあ立ち上がりにね、あのコーナーからの失点っていうのがまあ出花をこうくじかれてしまったっていう。まあそれがそれにちょっと尽きるかなっていう。でまあ、うち最初に、いい立ち上がりかなと思ったけどやりきれずミスで終わって、ただ向こうがしっかりやりきったっていうね、そのスタートのところはやっぱりちょっと、うちもしっかりやりきってコーナーなりしっかりと最後なんだろうで最初の段階でのスタート切って 1,2 分で勝負のミスパスで龍馬っていうね、ああいうところもしっかりコーナーを取れるようにやっぱり選手たちもしっかり考えないといけないなっていう。やっぱり前半をね、なんとかゼロで抑えたいっていうのがやっぱり2失点したっていうのが、まあ、今日の勝敗全てを物語ってしまったというところで、まあ、ちょっとシステムも、人も少し変えながら後半少し同点に追いついたところまでいいんですけど、まあ、結局流れがあのうちの選手に当たってドライブがかかってしまって入るっていったところはやっぱりまだうちに風が吹いてないのかなっていうのが感じます。まあ、西に後半に、ね、点を取れるようになっていくっていうのはもちろんプラスアルファだけど、やっぱり前半の部分で2点取られたっていうのはディフェンスラインのところの安定が少し今日は土台のところがなかったのかなと。そのスタートがしっかりとやっぱり土台安定させないとやっぱり、まあ、家と同じようにちょっとぐらついてきて、まあ、それで、まあ、後半、まあ、達也を入れて少し安定させようと思って、で、まあ、攻撃的にして2点取れたところまでは良かったんですけど、まあ、コーナーの一本に沈んでしまったっていうのはまだまだこちらに風が吹いてないのかなと、逆に吹かせられてないのかなっていうところがあって、まあ、ちょっと反省もしないといけないので、まあ、少しそこはまた課題としてしっかりとやっていきたいなと思います。はい、はい、じゃあ代表質問の北さんお願いいたします。前の試合で、まあ、鹿児島に 1-0 で勝って、まあ、基本的にその流れを引き継ぎたいところだったと思うんですけれども、あの塚川監督何人かメンバー入れ替えてきて、特に前の選手船山選手を左に入れて中原選手を、まあ、トップ下というかちょっとフォワード気味に使ってきました。その狙いっていうのはどこにあったんでしょうか。そうですね、まあ、正吾が前に入るとやっぱりまだ若いっていうところもあって、前の圧力が、ね、少しもう船山よりも圧力がかかるんじゃないで、その中でまあ左にいて船山が入れたのは、まあ、両サイド右に順吾、左に船山という形で、こっちの右サイドの方は順吾が龍馬をコントロールしてくれてるし、あんまり母屋がやっぱり入ったばっかりでまだ少し機能してないという部分で船山を左に置いて、で逆に船山もサボれない状態ディフェンスのところでて、そういったところでちょっと今回はで、まあ、勝負のところのトップ下っていうのは、まあ、もちろんその結構下がる癖があるので、それはやっぱりちょっとボランチやらせると最終ラインに結構入ってしまうので、一つ前のところで少しチューブラリっていうか、あのフリーのところの自由にプレーをさせて、まあ、なんとかそこで起点をっていう、ところでまあ2人起用したってことです。あの、まあ、セットプレーからの失点と、まあ、あのゴール前で、まあ、斜めのボールを通されての失点、まあ仙台出身の薩川さんとして、あの失点ってどういうふうに振り返られるのかなと。最悪だね、うん、最悪。まあ一つ目、は、まあ、まあそれをね使った僕の責任なんだけど、あのしっかりね、マークは決まっていた中であそこでマークのチェンジをしたっていうのはね、やっぱりそれはやっぱりやっちゃいけないこと、決められたことを、うん、決められたマークはしっかりとそこでチェンジなんてしてはいけないって、そのやられたのが結局1点目の失点でも、その前にやっぱりリクがミスパスをして、そこからのコーナーキックでマークのミスって、やっぱり後ろで2個のミスが続くと失点っていうのはもうあるあるですよね。だったで、まあもう1本目は、まあ、もちろんそのもう1人のね、あのセンターフォワード相手のね、もちろんその得点感覚を持ってるし動きがうまいっていうのはもうあらかじめあの時も結局持ってて膨らんでそこに入ってきてゴールっていった中でいうと、まあ裏を通されたっていうところもあるし、しっかりそういったところを、あのなんだろう、
ディフェンスの基礎というか、ね、そういった部分のところが少しまだできてないのかなっていう、まあ、できてないというのか。でね、こんだけお客さんがたくさん入ってくれたのにね、まあ選手たち奮起してくれてね、追いついてくれたところまではすごく盛り上がったと思うんで、やっぱそれはね、それで終わるか勝ち越して終わるのが僕らの仕事なので、それは本当にあのね、こんだけ暑い中来てくれたあのサポーターの皆さんには本当に申し訳ないなと思います。まあ、ただチームがそんなにこうなんだろう、本当に 2点差つけられて負けるっていうのはないんですよね。ほんの少しのところでそれをなんとか埋めようと思って努力はしてるんですけど、まあまだ努力がもっと足りないのかなと。選手たちの意識をもっとそういうのにしなきゃいけないし、それが僕の仕事なので、まあ負けた時には全て監督の責任なので、ね、あのしっかりとその責任は背負いながらやりたいなと思います。あと安藤選手が、まあ、2試合連続ゴールを決めて、浮田選手にも待望の、まあ、ゴールが生まれましたけれども、2人に。そうだね、まあ、あのオメヤを変えたのにね、あの一つロングスローが機能してないといった中で、左サイドからの足元の攻撃っていうものがほぼなかった。だからロングスローはもう前半で捨てて、で下で行こうと、まあその判断は良かったの、良かったなと。まあ大輔もアシストしたし、まあ浮田もね、浮田のヘディングはちょっとびっくり、うん、入ったの、あれはいいね、いい形だし、いいボールだったし、ドンピシャだったしね、まあ素晴らしいゴールじゃないかなと思って。まあ翼のところも、いや大体点を取った時っていうのはフォワードっていうのは連続するので、で一番翼を後半に出すっていうのはやっぱり後ろの選手たちのそのサブのメンバー、後半から入って点を取った選手がやっぱりいないので、なかなかこう取れそうなっていう雰囲気をね、練習からこう感じるようなあれがいないっていうところで、翼を今本当は先発でもいいんだけど後半のスペシャリストとして出しているところはまあ当たっているのかなと。まあ浮田もだいぶこう感覚をね掴んできてるし、まだまだ足りない部分はあるけど、その2人っていうところがやっぱり点に絡んでくれるのはすごくまあ前向きなので、まあ下を向いてでもね仕方ないので、しっかりこういい部分はしっかり伸ばして、あの悪い部分はしっかり修正、ただそれが鹿児島相手にもゼロでできたっていうのはもちろんうちにとっての自信でもあるし、まあ人がいないっていうのを理由にしてね、してもそれはちょっと違うと思うので、しっかり今いる選手たちでしっかりここのオフね、中段のところまでは宮崎ですけど、あのしっかりと勝って、この2周目っていうのは、まあ、僕ももう言い訳できないので、もう2ヶ月も選手たち見てるしタイプも分かる中で、あのしっかりとこの2周目にやっぱり勝ちきれなければ、もちろん僕の能力がないことだろうし、しっかりそこは自分の中で、まあ、覚悟を決めてしっかりとやりたいなと思います。はい、ありがとうございます。他は質問、マイムさんは、じゃあマイムさんお願いします。そうだね、強制だよ、強制だよ。あの、まあ、でも負けてしまったとは追いつけたところまでは、まあ、ポジティブな一面もあったかなと思うんですけど、手応え感じた部分としてはこのあたりになりました。そうだね、まあサッカーって難しいからね、前半なかなかこう積極的な動きができないっていうのも実際ね、あるので、まあでも逆にその今考えるっていうところで言えば、前半動いてもよかったのかなっていうのはちょっと自分の反省点でも、もちろんやっぱり土台が落ち着かないっていうのはね、なかなかね、家もそうだけどぐらついちゃうんでね、チームも多分同じところがあるので、やっぱりその土台の部分をしっかりともう一度構築していかないといけないのかなと。いいところはしっかりと、まあ、やって若手が出てきてくれるのはすごくいいことなんでね、しっかりと若手なんでレギュラー取れるように頑張ってほしいしね、その中で、まあベテランはね、ベテランなりに、うちはなんだろう、いいベテランがいるからね、しっかりするので、やっぱりベテランは見本を見せないといけないしね、しっかり背中を見せてやってほしいなと思うし、まあ
切り替えるしかないので、もう一度来週からディフェンスをしっかりともう一度立ち上げたいのと、組み立てるというか、もう一回立て直せば勝機は必ず後半勝ちパターンというのが少しできてきているので、そこをしっかりと伸ばしたいなと、チームの形としてしっかりとやりたいなと思います。最近負けたばっかりだよ、ホームね。勝ってないですね。申し訳ないな、そこは。ハイボールの話できてないですからね。全然ハイボール。まずいて飲まない。最近、試合に禁酒だよ、禁酒も。最後もよろしいでしょうか。すいません、皆さん。はい、はい、ありがとうございます。それでは、リハーサル会見終了です。あ、そうだ、チップでドライブかかるあれ。持ってね。はい、じゃあ相模原から2戦連続ゴールの安藤選手を会見始めます。はい、前節の鹿児島戦で決勝ゴールを決めて、今日のその、愛媛戦に臨むにあたって、自分自身なんか何かちょっと変わったなっていうところとかっていうのはありました。そうですね、変わったっていうか、1点取ったことで気持ちの部分でも余裕ができて、今日は途中から出るっていうことで、途中から出た流れを変えるっていう思いがあったんですけど、ゴールは取れたんですけど、ちょっと悔しい気持ちですね。スタメンで出たいなっていうのはありました。もちろん今週絶対し、毎週毎週スタメンでもちろん出たいんで、その気持ちはある中でやっぱチームとして、そこはサッツさんが決めることなんで、サブに回っても別に、自分が、出たら、点を取るっていうことは変わらないんで、そういう準備のところはしてました。前半2点のビハインドを背負った中で、後半チームとしてこういうふうに攻めていこうっていうのが狙いはありましたか？そうですね、やっぱり自分が変わったのも思うですし、リックが設定サイドバイクに行くっていうことは、やっぱりチームとしてもっとボールを動かしていきたいっていう狙いはありました。はい、セットプレーを、こぼれてきた形だと思うんですけど、あの場面、ボールシーン振り返っていただけますか？こういうボールはいつも練習からやっぱり狙っているところなんで、本当ラッキーな形ですけど、こういうゴールも積み重ねていければもっともっと違った形でのゴールも増えていくと思うし、チームの助けにもなると思うんで、今日は5番ゴールでしたけど、もっともっと点を取っていけるようにしていきたいです。2点目も安藤選手絡んでると思うんですけども、あそこの浮田選手のゴールっていうのは安藤選手自身はどういうふうに感じていますか？いや、県選も毎日毎日一緒に自主練とかしてて、やっぱりゴール取りたいって気持ちが本当に強くあったと思うんで、自分のゴールのように嬉しかったですし、2対2っていう勢いもっとつけたかったんですけど、ここで失点しまうのがやっぱり今の自分たちの弱さでもあるんで、本当でも県政のゴールは嬉しかったです。今日4000人以上の観客が来ましたけれども、その中でプレーしての感想とか。そうですね、やっぱり本当にお客さんがたくさん入っていただけるっていうのは、やっぱピッチでやれてることは幸せなことですし、やっぱ今日も現地で最初見てるときに、やっぱりこうやって応援されてるっていうのは本当ありがたいことだなって思いながら、前半を見てたんで、こうやって来てくださるファン、サポーターの皆さんのためにも、なんとかやっぱ勝利を届けれることだったり、もっともっと気持ちを見せるプレーとかをしていかないと、やっぱり次はないじゃないですけど、お客さんもそういう気持ちになっちゃうと思うんで、本当に週末 SC 相模原っていうところに、楽しい気持ち見に来てくださるようなゲームをもっともっとしていきたいです。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。昨シーズン2000連発ってあったと思うんですけど、そこからはゴールが止まってしまったというか、次今シーズンは3000連発だったり、もっとゴールを量産していきたいところなのかなと思うんですけど、そのあたりというのはいかがですか？そうですね、去年は取るのがまず遅くて、そこは自分の反省点もあったし、今年はまだ半分残っている状態で、もちろん自分の目標である2桁得点というのは全然いける部分だし、自分が点を取ることでやっぱりチームを助けれると思うし、ゴールばかりではなくて、やっぱりチームのもっと助けになるプレーとかもどん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 、そういうゴールが増えることでもっと増えていくと思うんで、
まあ、そういうところを意識してやっていきたいです。はい、ありがとうございます。他のご質問よろしいですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様です。失礼します。続いて、相模原北選手会見です。北さん、質問お願いします。皆さん、お疲れ様でした。です、まず初ゴール、相模原でおめでとうございます。ありがとうございます。まあ、その率直な感想を教えていただけるでしょうか。まあ、今日は早い段階で、アクシデントがあって出番が来たんですけど、まあ、本当に開幕から多くの出番をもらっている中で結果が出せてなかったので、本当に今日この時間をもらって結果が出せなければ本当に、厳しくなるなと思っていたので、そんな思いでプレーしていたので、まあ、ゴールに関してはホッとしました。渡部選手のクロスを、まあ、ヘディングで、まあ、完璧なコースに決めたと思うんですけども、あの瞬間どんなこと考えてました。まあ、その前にクロスに、チームの決まり事で相手の前に入っていくっていうところがあったんですけど、それに遅れてるシーンがあったので、まあ、そこはチームの決まり事を徹底した上での、まあ、ヘディングも、練習の後にも、いろんな選手にクロスやってもらってますし、そこの成果が出たかなというふうに思います。加藤選手 の、 その怪我でのは、ある意味アクシデントでの出場だったと思うんですけど、早い時間で何かこうちょっと準備とかで少し戸惑うとかっていうのはなかったですか。いや、まあ、よくあることなんで、ポジション関わるアクシデントっていうのは毎回いつ何分にディアワンが来てもいいように、試合開始の時から途中ベンチの時はユニフォームに来てますし、全然気持ち的にも慌てることはなかったです。まあ、今シーズン開幕からスタメン出ていて、まあ、本当にエースとして期待されている中でなかなかゴール決められなくて、まあ、ベンチ外になる時とかもあったと思うんですけども、そういう時期っていうのはどういうふうに過ごして、どういうふうに乗り越えようとしてきたんでしょうか。そうですね、やっぱり佐藤さんや、強さ、高木さんもそうですけど、自分の良さを出さなきゃ、チームにも貢献できないですし、まずその試合に出るっていうところにも関われないんで、そこは、まあ、特にこの出れてない期間、佐藤さんはと強さんは積極的にコミュニケーションを取ってくれましたし、はっきり自分の改善点だったり良かったところを、まあ、伝えてくれましたし、自分も積極的にコミュニケーションを取っていたので、なんか落ち込んだりっていうことはあまりなく、少しずつ練習から練習試合で自分の良さが出せてきたので、まあ、改めて、まあ、苦しい期間ではあったんですけど、絶対に無駄ではなかったかなっていうふうに思います。本当にそれこそベンチから外れている時も、まあ、その応援メッセージとか毎試合のように浮田選手めちゃめちゃたくさん来てたんですよ。そういうこう浮田選手を応援してくれてるサポーターの人にとっても、まあ、特別なゴールだったのかなと思うんですけど、いかがですか。そうですね、まあ、試合前のメッセージとか実際に、まあ、週の明けに手紙でもらうんですけど、その、まあ、自分のモチベーションにもなりますし、こんなところで、まあ、落ち込んで、自分が落ち込んでたら、みんなのことを喜ばせることは絶対にできないので、っていう、まあ、なんだろう、まあ、火もつけますし、苦しい期間、本当にメッセージを送り続けたり、拍手で迎え続けてくれた皆さんに本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。まあ、プレー面でいうと、北選手 の、 そのワンタッチでの、まあ、こうどちらかというとロングボールを預けられるというよりは、味方の選手と近い距離感でのパスでポストプレーだったりというのがすごく出てきているように思うんですけど、このあたりいかがですか。もちろん、ゴリとは違う役割ですけど、役割というかスタイルですけど、まあ、ゴリの、まあ、チームで役割、になっている役割っていうのは本当に大きいものですし、そこを全部やらないというわけにはいかないので、自分も、戦わないといけないし、体を張らないといけないのが大前提なんですけど、まあ、その中で距離感近く、ワンタッチでっていうのは、まあ、自分の良さでもあるので、そこは、まあ、チームで任せられた、体を張るところもやりつつ、もっともっと出していきたいなと思います。これからのゴール量産期待してます。ありがとうございます。はい、
お疲れ様でした。お疲れ様です。ちょっと先ほど言ってたこの苦しい期間の中でも、練習試合だったりゴールは決めていったりして、はい、こうちょっとずつ良くなっているなっていう感覚だったり自信っていうのは少しずつついていったんでしょうか。そうですね、練習試合っていう場があったので、サツさんで とにかくよく背後に抜けようっていうふうに言われて、そこをまずしないとシュートも打てないし、自分の良さを出すことができないということで、自分はそんなに頭がいい方ではないと思うので、そういう、監督に求められている一つを、大胆にやってみようと自分の中で決めて、練習試合や練習から、やるようにして、良かったプレーはサツさんも褒めてくれますし、強さもアドバイスをくれたりするので、その中で自分で、こういうプレーが、いいですし、チームに貢献できるんだなっていうのを一歩一歩積み重ねていけた期間でした。あと前節初ゴール決めた安藤選手が、はい、今日2000連発っていう形になりましたけど、北選手としてもやっぱり刺激になったりはしてます。そうですね、翼も、自分と同じくいっぱい出場機会もらっていて、そんな中で、結果が出せずに苦しんだりプレッシャーに追われたりしたこともあったと思うんですけど、本当に、自分は前半戦とにかく迷惑をかけた分、ここから、ゴールももちろんですけど他のプレーでも、チームを作っていきたいなと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございました。